藍津駒ヶ岳は、福島県南藍津郡日野江又村にある標高2133メートルの山である。日本百名山の一つ、一等三角点岩駒ヶ岳設置。藍津駒の略称で親しまれている。単に駒ヶ岳と呼ばれることも多い。頂上とその両線は草原のようになっており、木道の付設されている場所もある。山頂から、 北北西の中門岳方面への稜線には、死闘が多く、高山植物が多い。冬季には、山スキーのメッカとなる。2007年8月30日、小瀬国立公園の一部として新たに、国立公園に指定された。残雪期に、駒の形に見える、雪型の現れることが、駒ヶ岳という山名の由来とされる。江戸時代の文化年間に編纂された、 新編合図風土木では、九画夏秋の魔山節駒の形を成すところあり、ゆえにこの、なありとある。古くから信仰の対象の山であり、日の江又村、南合図町稲地域には、九画神社がある。南東に、田代山、大石山、女宝山、南大山。南に、日光白根山。南西に、日内岳、私物山、平ヶ岳。西に中野岳。 越後駒ヶ岳。北に丸山岳、会津朝日岳が見渡せる。田中澄家により花の百名山及び新、花の百名山に選定されている。少女バカマ、あずま尺なげ、岩鏡、岩井町、白山尺なげ、チングルマ、白山小桜、立山林道、渡菅、小牧桜、金庫家、宮間林道、岩勝部、宮間金宝ゲなどの花が見られる。 ありがとうございます。